番じゃん。まもなく黄色い線の内側に下がれ。黄色い線の内側までお下がりください。ヤングバトル3、2、1。ああ、やれやれ。8200と互角に出し切るなんて、渡さんの8500すげえや。俺の4051も全然上がりだけど、桁違いだよ。そりゃそうだろう。神戸電鉄で樹くんの友達の2000に負けたことが相当ショックだったみたい。ほとんど同じ車だからなおさらやね。そんな時に東急のいとこに誘われて、退社予定の8500系も自由に使っていいって。予算はなかったけどね。兄貴はすごく満足してるよ。前の2800よりも戦闘力上がったって言ってる。新シリーズはゴープリンセスだって。新しい出発にふさわしいって言ってるね。ほんとやめてくんないかな。聞いてないし。地上に出れば軌道はヘビーウェットだ。どんなに粘着性能が良くても 3VF では出力を全部使い切れない。短い路線だが、この雨とか慣れないコースでどこまでモチベーションを保てるか。スタミナならお坊ちゃんに負けないぜ。ゲロ吐くところまでとことんやろうや。ドライバーとドライバーの勝負だぜ。ストリートファイトはハートの強い方が勝つんだ。全 M 編成は田園都市線にマッチしてるな。扱いやすいパワーってわけか。それにしても上手くなってやる。鉄骨理想だ。短期決着ってわけにはいかないぜ。楽に勝たせてくれるなんて最初から考えてなかったが、腹くくっていくぞ。そうだ、私ね、免許取ったんだよ。え、そうなの？ひょっとして初生ひな鑑別士免許？違うよ、公衆電気車操縦者免許だよ。何それ。そうか、サンキュー。二子玉川を揃って通過したところ、しっかり張り付かれてるんですか。簡単には勝たせてくれねえよな。早いからな、8200。それにしたって、この雨の中で渡るの8500についていくのは神大抵のことじゃないぞ。京子の時も思ったけど、マスコミ操作が本当にうまい相手だぜ。このバトル、もつれるかもしれないな。長引けば長引くと渡るにとっては有利なんだ。ケイスケさん、やっぱすげえや。少し話したいことがあるんだけど、いいかな。独特の駆動、主弦動機も搬送してるな。藤原の2000回と同じコンセプトか。そういや、2000回のからくりを見破ったのもそいつだったのか。田園都市線でこのコンディションじゃうんざりするほどドンピシャだ。こいつは厄介かもな。よくついてる。何のドライバーか先について決めつける。高速電動機は濡れた軌道は難しい。してやるぜ。ここは踏ん張りどころだ。頼むぜ、8500回。来た。甘いぜ、8500回。全 M 編成の投範力をなめんじゃねえぜ。一つだけ聞いてみたいことがあるんだけどな。はあ、ひょっとして力
地下に入ってすぐ横に並んだ時のことですか。そういうことじゃないんだよな。抜いたり抜かれたりの駆け引きには疎いし、正直言って興味もない。俺が知りたいのは単純にモチベーションの強さがどっから来るのかってことさ。雨をものともしないあの高いモチベーションは一体どこから湧いて出てくるんだ。そう言われても特別なものは何もないですけど、俺だって雨は怖いしめちゃめちゃビビりながら走ってるんですよ。いや、俺が言いたいのは雨が怖いとか怖くないとかそういう次元の話じゃない。雨の怖さを理解した上で限界ギリギリのプッシュを続けるのは神経をすり減らす作業だからね。長い時間集中力を持続させるためには並外れた精神力のスタミナがいる。モチベーションっていうのはそういうものだと思う。俺が言ってる気持ちの強さってのはそういう意味なんだ。俺の経験から言えば、質の高いモチベーションは質の高い目的意識がなければ生まれてこない。ただ楽しいからとか好きだからという理由で走ってるだけじゃ無理だ。プロとアマチュアの差はそういうところにある。お前の走りはプロっぽいんだ。それが俺には不思議でたまらないぞ。え？プロっぽい？俺がですか？プロといえばプロだ。よし、大体わかった。前の俺なら切れてたかもしれないけど、ここんとこ取り組んでたマスコンワークの特訓が役に立ってくる。もう少しの我慢だ。あいつが勝ったからには俺も絶対に勝つ。うまいもんだぜ。超高等技術のマスコンワークだ。いつの間にこんなにうまくなりやがった。だが俺の作戦に狂いはない。ここで引き離す。すんなり逃がすかよ。立ち上がりで並ばれただと。藤ヶ丘でか。こんなところで仕掛けてくるとは。ああ、勾配では仕掛けず藤ヶ丘の側線を使ってのコーナリングにかけた。あんな短いのによくやるぜ。加速力でかなわないならコーナリングスピードで勝負ってわけさ。これはリーダーの指示じゃない。ドライバー自身が状況を判断して臨機応変に戦術を変えてるんだ。プロジェクト D、 やはり一筋縄ではいかないぜ。一気に勝負をつけるつもりだったが少し届かなかった。あとは周辺中央林間でのブレーキング勝負。正真正銘のチキンレースだ。全然でもレートブレーキングを決めてやるぜ。どう言われても自分ではよくわからないんです。もっと上手くなりたいという気持ちはいつもあるんですけど、プロっぽいというのはプロジェクト D の他の人たちの方がよっぽどプロっぽい仕事をするから、俺はとにかく足を引っ張らないように必死で走るだけです。そうか、やっぱ環境なのかもね。俺はここんとこ精神面ではスランプ気味だったんだな。何かヒントになることはないかと思って。早いやつに会うとあれこれ聞いてみたくなるんだ。モチベーションか。そういうのをあんまり意識しないでここまでやってきたからな。プロジェクト D の一員として動いていれば自然にやる気も出てくるし、チームそのもののモチベーションが高いってことかもしれない。バトルになれば凌介さんのために勝ちたいということもあるけど、一番強い気持ちは同じチームのあの人に負けたくないという気持ちなんだ。
の速度で突っ込む気か。マジかよ、止まれるのかよ。